正面からも見てみたいと思うんですけど、分かりますかね、この LED とハロゲンの違い。運転席側が LED、 助手席側が、ハロゲンとなります。はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日もですね、こちらお友達の塚さんのセルボ、こちらの方の DIY をやっていきたいと思います。で、この車両のですね、ライトのところに、映っております、こちらの商品の納期を取り付けをですね、やっていきたいと思います。はい、ちょっと近づいていってみます。はい、こちらですね、私とタカさんがですね、よく、使用しておりますノブサイトというメーカーのですね、LED バルブとなります。こちらですね、セルボ H4 のハロゲンバルブ使っておるんですけれども、全くの普通のバルブの交換と同じような交換でですね、こちらの LED ライトに変えられますので、こちらをご覧いただければと思います。まずはですね、ちょっと今のハロゲンライトどんな感じで、光るのか、これをねちょっと見ていきたいと思います。はい、それではですね、壁にある段ボールに向けて、ライトオンして、いただければと思います。これ今ね、ハロゲンライトの H4 のバルブになっております。それでは、お願いします。はい、こんな感じに光るんですよね。まあ、ちょっとですね、実際見るのと動画で見るのですと、ちょっと動画だと明るく見えるような気がするんですけど、これやっぱり H4 で、あんまり明るくはないです。はい、それではですね、作業をしてですね、こちらを LED ライトに変えていきたいと思います。はい、それではですね、ノブサイト箱を開けてみたいと思います。じゃん、まずは手袋が入っております。で、こちら取扱説明書。はい、それからですね、あ、ちょっと自分たちが使ってたのと違う黒いボディのですね、本体が入っております。こっちの方がかっこいいですね、色はね。はい、それでちょっと一個取り出してもらおうかと思います。はい、こういうに姿してるんですよ。これがですね、明るいヘッドライトだとはなかなかね思えないんですけれども、これが結構なかなかどうして明るいような感じなんですね。はい、それではですね、右のヘッドライトの方をバルブ交換をしていきたいと思います。はい、今ねここ見えてます、ここのですねカプラー、これをまず外します。で、手順的にはその次にその下にあるゴムを外します。で、その次に金具を外して、バルブを外します。ちょっとね、カメラが入るスペースがないので、ちょっと遠目から映します。わかりにくいかもしれませんけど、ご了承ください。まずは、ここの、カプラを抜きます。はい。こんな感じなんですわ。外国のコンセントみたいな形しております。で、次、ゴム。はい、このように外れてきます。はい、で、今ね、こう見えてるところ、これはもうバルブの、お尻の方なんですけれども、ちょっとね、金具で止まっておりますので、その金具をフリーにしてあげます。はい、手こずったんですけどね、こちら、金具取れましたので、これでバルブを抜きます。はい、このような普通の H4 バルブとなります。で、これをですね、新しい H4 バルブを交換するような感じで先ほどのバルブを交換します。はい、こちらね、やはり形状同じようになっておりますので、同じ向きでつけます。これちょっと苦労しそうです。まずブレがないところを探して、はい、ここですね。で、金具を入れてきます。
もう斜めに入っちゃいました。すみません。すみません。入り方は斜めに入ったのでやり直しです。ちょっと一回動きます。はい、ちょっとね、入れる時も手こずってしまいましたが、金具も止まりまして、バルブの固定できました。それではですね、今度はこちらのゴムをね、はめていきたいんですが、これね、一応上下があります。トップって書いてある方を上に、する必要があります。はい、他のメーカーさんだとね、このゴムをね、切ってつけないといけないとかっていうメーカーさん、確かピアでもね、そんな、種類もあるみたいで、このゴムを切るってことはですね、水の侵入を許してしまう恐れがありますので、注意が必要です。はい、それではですね、3つの端子、これを避けながら、こちらをはめていきたいと思います。これね、見えないところにあるので、ある程度手探りでやって、後で、確認っていう形でやっていくのがよろしいかと思います。すいません、田舎なので暴走族がいます。よいしょ、いいんじゃないかな。ちょっとカメラで映したいと思います。どうでしょうか、3本出てますか。はい、端子出てますね。はい、しっかりゴムがかぶしてあることを確かめてカプラーをつけたいと思います。もう少しちょっとゴムを押し込めたいと思います。OK だね。はい、それではね、最終的にこちらカプラーつけたいと思います。昔ね、HID 社外品のやつなんかつけるときものすごい大変だったんですけど、これは簡単ですね。本当バルブの交換だけという形。はい、OK です。つきました。そうしたらですね、早速点灯確認してみたいと思います。はい、現在ね、右だけ、バルブ変えました。それではね、塚さんの方に点灯確認していただければと思います。お願いします。はい、明るさやっぱ違うの、動画でも分かりますね。右の方が、こちらの LED ライト、左の方がハロゲンライトですね。はい、で光軸もですね、先ほどちょうど段ボールと段ボールの間に、ありましたので、ほぼほぼH4 バルブと同じところにですね、位置が出ております。カットラインも出てます。またカットラインの方も出ております。まあ一応ですね、今度テスターでですね、テスター屋さんでちょっと一応測ってはみたいと思いますけれども、ほぼほぼ光軸の方出てるかと思います。ちょっとね、正面からも見てみたいと思うんですけど、分かりますかね、この LED とハロゲンの違い。運転席側が LED、 助手席側が、ハロゲンとなります。はい、だいぶ明るくなったかと思います。それではですね、一応今日作業は動画のはこちらまでということで、今から助手席の方はやってきますけれども、作業は一応こちらで、動画の方は終了したいと思います。こちらですね、ノブサイトさん、本当よくたくさん何度も使っておるんですけれども、かなり、信頼のおけるバーナーです、バルブですね。それではですね、一応まあ今回、こちらの作業の方を終わりたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。